最後にあの、上西光子さんにお願いいたします、できるだけ20分でお願いをしたいと思います、あの働き方改革とポスト真実ですけれども、今やまあもういろんな、えー、論点があろうかと思いますので、えー、タイトルにとらわれずによろしくお願いいたします。 えー、私はあの資料ないんですけど、今これを配っていただいてますので、あのえっと国家パブリックビューングの、うん、あの後ろの方からも配っていただきます。えー、法政大学の上西と申します。よろしくお願いします。今日遅れましたのは、あの新語流行語大賞に出ておりまして、えー、ご存知かどうか、新語流行語大賞のトップ10に入りました。ご飯論法です。で、ありがとうございます。今日あの午前中にも大1戦ですかね？辞書。 大地宣の新語大賞の新語大賞は空白恐怖症ってやつなんですけれどもあのスケジュールに穴が開いてるとこうなく産みたくなるっていうねそういうやつなんですけれども時点で卒婚婚姻何結婚生活を卒業する卒婚っていうのと並んでご飯論法が入りました。ここれってすごいことであの えっと、ジャパンナレッジとかいろんなグーの辞書とかそういう電子辞書に「ご飯論法」っていう言葉が入るんですよ。で結構言及されてるんですねあの最初は西村千奈美議員それからあの石橋道博議員とか枝野幸男さんがあの2時間43分の演説で言及したとか今日なんか前原さんも <laughs> 北方四島の関係で「ご飯論法」で言及されたそうなんですけれども。 あの要するに国会の答弁の不誠実さを朝ごはんをめぐるやり取りに例えたものなんですよ。でそれが私のツイートから端を発してるんですけれども、まあ、ネット上でああそうそうこれだよこれだよとなるほどねというふうに認知が広がってで議員さんが国会の中でも言及するようになって毎日新聞なんかも言及をあの特集あの記事で取り上げてくれて週刊プレイボーイなんかも取り上げてくれてあイらも取り上げてくれて。 っていう感じでだんだん認知が広がって、えー、ノミネートされてさらにまたえこれ知らないですけど何ですかみたいに広がってでトップ10まで行き着いたとで今日、授賞式出たら、ね、もののすごいものすごいカメラの列で,すでこれでこうどうやって報じられるかなって楽しみなんですけれども要はあんまり知らない人がやっぱり多いですね。 皆さんごご存知ですかご飯論法で聞いたたことありました <laughs> やっぱりこう政治に関心のある人は知ってくださってるんだけどそうじゃない人は知らないでもこの受賞をきっかけに「えこんな言葉知らなかったけど何?」っていうふうにみんなが関心を持ってくれたりあるいはメディアが「ご飯論法って知らないでしょうけどなんかこういう言葉らしいですよ」って広めてくださるこれってすごいことで私たちは。 あの私の武器はもうツイッターしかないのでツイッターとあとは今、国会パブリックビューイングやってますけれどもこれもあの皆さんから寄付をいただいて今、200数十万ぐらい寄付をいただいてるんですけれども、まあ、そういう規模なんですよねだから大規模な宣伝なんかできないんだけれどもこう賞をいただくことによって認知が広がるというのは非常にありがたい機会だなと思っています。と 国会答弁の不誠実さを表したもので朝ごはんは食べなかったんですかって聞くとご飯は食べません食べておりませんとあ,のあれですよあのお酒は一滴も飲んでないって言ってビールは飲んでるっていうねそれと同じことであの総称の中の一つである白米このこれですね白米は食べてないでも実はパンを食べてたっていうのがあのこのやり取りなんですけれども。 このやり取りのポイントっていうのはパンを食べてたとは絶対に言わないさっきのね <laughs> FTA とは絶対に言わないってことと同じであの都合の悪いことについては絶対に答えない。だけれれども答えられませんとか 言うとなんで答えられないんだって答弁拒否になっちゃうしプライバシーがとかって言ってもじゃあ黒塗りにすれば一部は出せるだろうみたいな話になって追及されるので追及されないようにごまかして答えるでごまかしてることがわからないこれがねあのこれ加藤大臣なんですけど働き方改革におけるあの国会審議で加藤大臣がもうご反論法だらけだったんですよ。あの人うまいんですねあの 頭がいいんですよ <laughs> で頭が良くて非常にこう誠実そうに答えるからちゃんと答えてるように聞こえるんですよだからこのやり取りを見てね「朝ごはん食べなかったんですかごはんは食べておりません」って言ったら何も食べなかったように聞こえますよね、うん、で食べなかったんだなと思うと追求がそこでやむじゃないですかそれが狙ってたことなんですねであのー、これ 私たち今、国会バブリンクビューイングって言って、あごめんなさい、今、何時から始めましたかね <laughs>、えっと、15分ぐらいから始めましたはい、<laughs> 時間を見てないといけない、えー、15分から35分ぐらいですね、はい、であの、そういうことが起きてるっていうことを知っていただかないといけないじゃないですか、今、あのエビデンスで、 事実でこう対抗するということを、ね、お話しいただいたと思うんですけれども私は裁量労働制のデータ問題で、えー、これは捏造だとそんなことどこにも書いてないということを言ってで、えー、野党合同ヒアリングも出てそれから中央公聴会にも出てそれで裁量労働制、まあ、撤回させたわけですよ。であれは、まあ、まあ私ももちろん私だけの功績ではないですけれどもあれは事実を示して 違うということを突きつけたんですよね裁量労働制の方が労働時間が一般の労働者よりも短いなんてことはどこにも書いてない元の調査結果をこうねじ曲げてやっちゃいけない比較をしたもんだということを言って事実を持って覆したんだけれどもその次のコードプロフェッショナル制度の方はこれは事実を示しても覆らなかったんですよ皆さんもご存知のように働く人が求めてるんだとコードプロフェッショナル で柔軟な働き方、多様な働き方を求めてるんだ、嘘ですよね、あれはあの、まあ、最後に安倍首相が認めましたけれども、えー、経済、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、ごめんなさい、今、ど忘れしましたけれどもあの、経済財政諮問会議、違うな、産業競争力会議、産業競争力会議が高度プロフェッショナル制度を入れましょうと、これはあの労働基準法の規制を外すものですよね。 で入れましょうと裁量労働制も拡大しましょうということを言って閣議決定をしてその後厚労省によろしくねという,ふうにあとはよろしくねって投げたものなんですよ。なのでもう方向性が決まってて産業界の意向なんですよねだけれども産業界の意向のものを通そうとすると残業代ゼロ法案って前ねあの2013年2015年非常にこう大問題になって法改正できなかった。だから 今度働き方改革という衣の中にこっそりとこう毒を隠し込んで毒まんじゅうにしてそれで出してきたのが今回なわけですよ。っていうような本質が労働者求めてるって言ったのどこに記録があるんですかって言って記録を覆していってそんな記録ないでしょうと記録の日付も解除させたら法案要項を作った後に聞いてるじゃないですかと。 しかも、その、えー、労働時間の規制を外すなんてこと聞かないでこういう声聞いてるでしょうと、この法改正に対する、この制度に対するニーズじゃないですよねっていうふうに、追及して追及して、最後にそういうふうに安倍首相に本音まで語らせた、これ、つまり立法事実なくなったんですよ、なのに通ったっていうのは、事実を突き,詰め突きつけても通っちゃったんです、そのことの問題性っていうのは、私はやっぱりすごく感じていて。 あ専門的にこんだけ頑張ってもダメなんだなと野党がこんだけ追及してもダメなんだななんでダメか世論がついていかないんですよ、うん、でメディアも報じないんですよなんでかじゃあんで裁量労働制はメディアを報じないのか皆さん朝のワイドショーとかでもあの裁量労働制のデータ問題とかやってるのをご覧になりましたよねコードプロフェッショナルはないんですよあれがなんでないか裁量労働制は答弁撤回したんですよ 答弁撤回っってて要すするに日を認めたってことですよねだから日を求め、非を認めたから報じられたんですよね。で、コードプロフェッショナル、非を認めてないんですよ。非を認めてない中で、ちゃんとした骨のあるジャーナリズムだったら言えるはずだし、言わなきゃいけないはずなんですけども、そして新聞の社説なんかには出たんですけれども、まあ、新聞の社説読む人、やっぱり少数じゃないですか、残念ながら。だから より広い人により分かりやすく問題を知らせて、あ、これって私たちの働き方を崩していくものなんだというふうな認知を広げないとダメなんですよね。それがメディアに足らなかった。で、えー、なのであのそこのところをやんなきゃなと思って、いかにこう広がりのある形で問題を認知してもらうか。そのためにまあ加藤大臣の言っていることを一つ一つこのその事柄に即してではなくて。 常にこうやってごまかしてるんだよということを可視化したのが、まあ、あのご反論法であってそしてそれを切り取って、まあ、こ,れじゃこれだけじゃないですけどコードプロフェッショナル制度なんかもあの実際の審議のやり取り野党の人がこういうふうに聞いたら安倍首相はこう答えました加藤大臣はこう答えましたそれをセットで街角でそのまま映像で見せるんですよ。そうすすするるとすれ違いが分かるんですね でこれね、YouTube に、えー、今、映像を上げているので、ぜひ皆さんご覧いただきたいんですけれども、35分の映像なんですけれども、2つのご反論法を取り上げてるんです、加藤大臣のご反論法と安倍首相のご反論法、で加藤大臣の方は裁量労働制の、えー、違法適用で過労死が起きてるでしょうと、えー労災認定あの、労災申請、労災認定やってたの知ってるんですかって言ったらごまかしたんですね。 それが加藤大臣なんですけれどももう一つの安倍首相の方もぜひ見てもらいたくてものすごく巧妙でものすごく悪質なご反論法なんですよ。でそれって何かっていうとあのこれの一番最後にあります5月23日この日の審議はすごい問題でこっちのことこ,これでも取り上げてるんですけれども5月の23日に柚木、えー、議員がですねあの先ほどいらっしゃった過労死家族の会の方々が高度プロフェッショナル制度を 法案から削除をしてくれと求めていたで安倍首相に面会を求めていたでそれを柚木議員がなんとか面会をしてくれということを国会審議の中で言ったんですねであの過労死家族の会の方は高度プロフェッショナル制度の削除を求めているというふうに言ったら安倍首相がなんと答弁したかって過労死の悲劇を二度と繰り返さないという強い決意でありますってこうやって棒読みするんですよ。で 過労死の悲劇を二度と繰り返さないってバーっとしゃべって一番最後にもまた過労死の悲劇を二度と繰り返さないだから働き方改革をやるんだって締めるんですね。でその安倍首相の答弁だけを聞くとあ過労死の悲劇を二度と繰り返さないために長時間労働の規制をして働き方改革をするんだなと安倍首相は私たちのための法改正をしてくれるんだなっていうふうに聞こえるんですよ。でそういうふうに聞こえるような答弁をするんですね。 で,あのでそこだけが例えば NHK とかで切り取られて報じられたらそういうふうに受け取るじゃないですかみんなねだけども柚木議員の質問と安倍首相の答弁と照らし合わせて聞くと全くずれ違ってる行動プロフェッショナル制度を削除してくれっていう要請に対して行動プロフェッショナル制度ということは一言も言わない長時間労働の是正をやるんだというでだけれどもだからそれがこうすれ違いのご飯どろんなんだけれども じゃあ行動プロフェッショナル制度について何にも言ってないかというと長時間労働の是正などを内容とする働き方改革関連法案を私たちはやるんだって言ってるんですよ。でなどの中にこう毒が入ってんですねで毒が入ってるんだけどその毒のことは言わないでも全く無視してるわけでもないみたいなねそういうやり方をやるんです、ね。でこれはその場に過労死家族の会の方15人ぐらいいらっしゃったそうです。15人以上 その方々にはまかったと思うで、その方々に向けて言える言葉ではないんですよ、これ、本当はね。うん、なのに、それを平然と言ってしまう、何のためかマスコミ対策、切り取って報じてもらえる対策、いかにもちゃんとしたことを言ってるっていうふうに議事録に残る対策、そういうことなんですよね。だから向こうが印象操作をやってるわけですよ でそういうふういふに印象操作をやってるよねっていうことを可視化をしなきゃいけないだからあの個々の問題について指摘をするだけではなくて常にそうやって印象操作をやったり常にずらしたり、えー、してるんだっていう構造そのものを可視化をして共通理解をまあ進めていくそのために「まあ、ご反論法」っていう言葉を広めたわけです今日はあの後ろに神谷光世さん来ていただいてますけれどもあの私のツイートをですね「ご反論法」と名付けたのは神谷さんなんですね。 なので今日共同受賞をして共同受賞をすると何がいいかというとスピーチの時間が2倍になる <laughs> で話が立体的になる私は働き方改革の話をして神谷さんは森友問題を話したんですけれどもあ加藤大臣だけではない安倍政権全体としてそういうごまかしをやってるんだなということが、まあ、そこで可視化ができたとでこれをまあつなげていきたいんですね今後にね。つまり 国会をもっと見てほしいし国会を見てる中でまた変なことを話をずらすんじゃないかなってことを聞いてる人がもう理解をしていてここにこうね「ご飯論法出没注意」ってありますけど私たちこれ札を作ろうと思っててあのクイズで「丸とか「×」とかこうやってやるのあるであれで「ご飯論法」の札を作っておいて国会答弁そういうの出てきたらすぐにこうやって駆け上がれる <laughs> でもレッドカードみたいなねそういうふうにしてそうしていかないと。 いくら審議時間を確保してももうすれ違いすれ違いで全然確信にいかないわけですよ。で確信に行って問題に向き合わせないと適切な法改正ってできないですよね。なのでちゃんと問題に向き合えと与党は政府はで適切な対策を取れとでこれは今の入管法改正の,あの技能実習生問題とか新しい在留資格とも同じです。ちょっと時間がないのででそこまま話をしませんけれども 入管法改正についても私たちはあの今、街頭で上映と解説をやっていてそれも YouTube に国会パブリックビューイングのえところに出てますのでぜひ見てもらいたいんですけれどもそうやってこうごまかしの構造を暴いていってちゃんとやれというふうにまともな政治をやれというふうにまあ今やっているところです。ありがとうございますすいますすみせん、えー、っと厚生ん神谷さ あの二分間だけ時間をあのい,いかがでしょうかお話に二分二分間だけ十、えー、秒過ぎました。<laughs> すみませんよろしくお願いします。あすみませんあのブロガーのえっと神谷光ですでよろしくお願いいたします。 じゃ分だけすみません先ほどあのご紹介がありましたけれども共同受賞して私、あのー、森友と家計の問題ので、えー、全くこれ、後半論法って本当に安倍政権にひ蔓延してるんだなとうう思ってて一番典型的だったのだなとうう思ったのはあのー、佐川さん局長のですね、あのー、彼が文書は廃棄したのを確認しましたって言った言葉が後になって文書出てきたから。 あんた、文書あったじゃないって言われたときにいや確認したっていうのは文書を捨てたことじゃなくて文書が捨てたっていう1年経ったら文書を捨てるっていうルールを確認したんですよって言ってもうこんなことやられたらですよその私議会の関係にもいるのであの答弁が信用できなくなっちゃうんですよだからそれずっと本当にこれ捨てたんですかってことを繰り返しやらなきゃいけない。そうするとし今 上西先生が言ったように審議時間いくらあっても足りないわけですよでやりたい放題になるだから答弁っていうのはみ国会の民主政治の基礎になるんですよね、これがフェイクだと全体がフェイクになってしまうっていう恐ろしいことが起きているなっていうふうに思ったので今日は話させてもらいましたということです。 今それぞれご発言がありましたけれども全体を聞いてみて発言したいという方1分なし1分30秒どうぞ小森先生は1分残ってますからどうぞじゃあの残りの1分であの皆さんがあのおっしゃった中で最も重要だと思うのは その今、日本の政治を担っている内閣総理大臣を筆頭とするねその政治の,その中心にいる人たちがとにかくあらゆる手段を使ってえ国会を騙し国会議員を騙し国民を騙そうとし続けているそして、それが半ば成功してしまっているという現実を やっぱり確認したと思うんですねだからここから私たちはどうやってそれを打ち破って真実を自らこう手にしていくのか真実への認識を運動としてこう獲得していくのか、まあ、その一つのツールがねご飯論法出没注意つまりこういうことはたくさんあると思うんですよ。それをやっぱりそれぞれの現場で発見して運動化していく私たちがきちっと対話をしながら。 騙し言葉と対峙していくそしてそれを打ち破って転換していくそれが大事だなと強く感じましたありがとうございました <laughs> えっと上西さんもあと1分結構ですしもしあのえっとこの働き方改革の方のね55分の番組を前 JCP サポーター祭りで USB と DVD に焼いて あの入れてこう販売っていうか実費配布をしたんですけどそれが非常に喜んでいただいて DVD だとテレビの下にあるね DVD の,の再生機で見られるとパソコンがなくても見られるというので非常にこう好評いただいたんですよでその DVD を使って家庭で近所の人を呼んできて一緒に見ましょう国会をみたいなね そういういいことをやっってててくださっている方もいらしてであの私たちこれまだ昨日おととい公開したばっかりなんですけれどもこれも DVD と USB に入れてあのまたこう配布をしようかなと思ってますっていうか頑張って作ってく,れくださいって話なんですけれどもあのなので、えっと、ここにありますツイッターの方にですね私たちちょっと今ホームページ持ってないんですけどもツイッターの方にそういうその、えー、DVD あのお配りしますとかあるいはこのリーフレットもこれからの希望者の方に配布をしようと思っているんですけれどもまだやこれから焼き,焼き増しすり増しをするのでちょっと今日足りなくて申し訳なかったんですけれどもそういうことなんかもそちらからお知らせをしようと思いますので、えー、ぜひご覧頂ければと思いますありがとうございますせっかくですので古、えー、賀さんも一言どうぞ。 ちょっと喋りすぎたんでまたここで喋りすぎると怒られると思いますけどあのまあ今日はいくつかのこういろんな事例皆さんからあの紹介していただいたんですけど、まあ、僕はあの官僚でずっとやってたので、まあ、ご飯論法っていうか、まあ、すれ違いとか答えないとか、まあ、なんか逃げ,げるっていうのは、まあ、むしろあの自分も一生懸命やってた方なんですね。それがあのできなきゃもう官僚としてはもうすぐクビですよ。 お前何やってんだっていう話なのでだけどそれをずっと許してたんですね国会ではあの僕らもあうんの補給で分かるんですよ要するに思いっきり追及してくる顔をするけどまあ,あの時間が決まってますからね質問時間その時間逃げ回れば終わりだというのを分かってやってるんですだからこれ難しいんですけどね審議拒否とかやるとまたあのねえ税金の無駄遣いだとか言って怒られたりするんだけど 僕はやっぱりあのいくつか絞っ的を絞ってですね審議拒否も含めてもう思いっきりやっぱり戦うっていうことを時々やんないとこれもあのでまああのメネ先生みたいにああやってこうね丹念にちゃんとこうあの事実を積み重ねてこうやっていただく方が出てきたので。 あのもう私なんかもいちいちなんか何も言わなくていいなと思ってるんですけどそれをやっぱり皆さんが伝えていくそれで伝えていくときにぜひお願いしたいのはあの感情的な「安倍はけしからん」っていうことから入るんじゃなくて「どう思います?」っていうとこから入っていくっていうことをぜひねあのやっていただきたいんですねあのここにいる人はもう分かってんですよだからここの人たちで「あひ,ひでえな」とか言っててもあんまり意味がない。 ね、そうじゃなくて、いや、もうなんか日本でいい国だねと思ってる人たちにあの話しかけて、あの聞いてもらうようにっていうことをぜひ、私もあの心がけて、最近はあの柔らかく柔らかく話をするようにしてますけど、あのぜひね、そういうことも心がけていただけたらなと思います。ありががとうございまで、はい、ではそそろそろ時間ですが